よいしょ。さて、こんばんは。あ、みんないろいろ視聴し始めてきましたね。こんばんは。今ちょっとセットしてます。はーい、抜き打ちです抜き打ちライブをやってますけど、声聞こえますか？ちょっとインカムつけてるんですけど、声聞こえてたらハートください。こんばんは。あ、すごいな、どん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 抜き打ちでライブやってますけど、ほんまに声聞こえんかな。あ、ハートが来たってことは聞こえてるってことかな。あ、ありがとうございます。よかった、声聞こえてそうですね。ね、まあもうコロナの影響で教室もまあお客さんが来れないですよね。まあだからウェブでなんかしようと思って、ウェブで教室ができるようにしようと思って今、整備をしていますけども、よいしょ。ちょっとねもうそういう準備にもちょっと疲れたし、今日はなんかちょっと抜き打ちでライブをしたくなったんで、こうやってライブやります。まあ神からなんか型紙、知見師からちょっといろいろと型紙を作ってみようかなって、まあ工作みたいな感じですね。セロテープ、紙と、セロテープとカッターでなんかちょっと形にしてみようかなと思います。まあとりあえずバケツ型のカバンでも作ってみようかなと思います。よいしょまずね、よくまあ僕が動画で上げてるやつですわ。小判型の、まずね、そこからこうやって作っていくんです。よいしょ、紙を折って切り込みを入れて筋を入れて、よいしょね、こんな感じで、はい、やった、型紙いろんな形でやってみてください。まあやりますよ、紙で。まあこれぐらいの楕円形を、これぐらいの楕円形に切り出そうかなと思います。よいしょ。そしてちょっと手元だけをアップして見せれるようにした方がいいかな。ちょっと待ってね。こんにちは。よいしょ。手元だけをちょっと見せれるように。よいしょ。こんなもんかな。見えるかな。よし。じゃあ行きます。カーブ切ります。よいしょ。で、こうしたら、こっちも、これやっと、ちょっとこうしたほうがいいかな。めっちゃ噴射してるやん、ハート。円形になりました。で、あ、どうも。でちょっと印、合印を入れます。かまってやつです。でそれぞれ印を入れたら長さ測ります。
郎さん見てんな。これ見えるな。はい。真ん中からここ。はい。次にこれ。力かりました。次にもうちょっと左右対称。てるやつどれや、これか。はい、今本体の方の型紙を作ります。これも2枚手に切ったろ。印を入れれば出来上がり。よいしょ。はい、でこっから工作します。先生、ダウン半袖ですか？半袖いうかね、ダウンの袖切ったんです。室内やとちょっとモサ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 するんで、先っぽだけ落としてます。さあ、セロテープで貼ったらとりあえず輪になりました。さあ、こんにちは。よいしょ。さあ、こんな具合にちょっとずつ、この真横止めたろ。で、ハンドルつけたろ。ちょっとね、ちょっとだけカバンに見せれるようにしようかな。こうして、こうして、で、反対側もやな。どりゃどやどや。おお、形になった。すごい、ありがとう。まだまだ続きます。これがまず小判底のカバン、書いとこ。番底ね。今度通し待ちをしようかなと思います。こんな感じでちょっと遊ぼうかな。通し待ちは、よいしょ、もうね、あらかじめ左右対称切ってます。これもまあ時短のためですけども、
ゴミが出る出る。2枚合わします。入んかな。入るかな。なんかようさんハートがありがとうございます。ちょっとこれを同じ大きさに切りたいんで重ねます。を落として、買った、よし、印を入れます。よし、これもうちょっとだけ製品しときます。印、よいしょ、よいしょ。で、こっちも、ね、まあこういう胴体、街をどんな風に作ろう、街の幅をちょっと考えます。で、その前にまた距離を測らんとね。よいしょ、紙定規で、ぐるっ、よいしょ、はい、こっちから測りました。これが町の距離で、はい、四方対称を使います。お、長さいけるな。待ち幅を決めて、だいたいこれぐらいにしよっか。さあ、いますね。今は紙を使って遊んでます。カバンもどきみたいなものを作ってるんですけど、さっきはこの小判型の小判底を作りました。今は投資町のカバン、胴体はできてます。この町になる部分を作っていってます。よいしょ、狭くします。上に行くにつれて、入るな。はい、次こっち、もう一回印をつけ直します。こっからここに入った、よいしょ、とこう、さあどうだ、はい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 、反対側は、さあこれで合体しよう。投資町苦手です。投資町苦手なんですね。投資町も横町も小判底も容量は同じですよっていうのを後でまた見せます。
これね、マジックの書いた位置がちょっとだけずれたけど、あの切り込みは合ってるはず。できた。で、ハンドルどんなんつけたろうかな。どうせやったらなんかちょっとちゃうハンドルつけたろうかな。どれぐらいの大きさにしよう。これぐらい、いやいやでかいな。これぐらいにしようかな。ちょっと適当に切るな。ちょっとクリテなんかつけてみたらどうかなと思って、うわ、ちょっとバランス悪い、ちょっと悪いね、悪いけどもうこれでいく、同じやつを作ります。謎でウェブ講座受けたいですけど、できるものなのでしょうか。まあね、いや、できるっていうか、はい、もうウェブやっていかんと、もうサンプル誌が教えるバック教室ももう、まあコロナの影響で暇でしょうないです。大変ですよ。なのでちょっとそういう風にウェブでもなんかできへんかなと思って、なんかでもこう考えてたら煮詰まってきて、もうこれはちょっと気晴らしにこうやってなんか紙で、まあ型紙を作る要領でこうガバンみたいなものを作って楽しんでもうたらいいかなと思いついたんで、もうちょっとねやりたなりまして、こうやってやってます。はい。で、こっちにもうちょっと不細工やな。了承してください。アドリブでパッパッパッと作ってもうたんで、内容はだいぶ分かりますか。分かりますか。どういうこっちゃ。分かるようになんとか頑張りますけど、一応こんな感じで東新町のカバンが。はい、さあ今んとこ小判底と通し待ちができてます。でまだ行きますね。73人かもっと増えへんかな、横待ちをやろうかなと思います。この辺にちょっと置いとこう。横待ち
町のカバン、どんなにしようかな。ボストンみたいなにしたのかな。カルキュラム内容はだいぶ変わりますか。いや、そんなに変わんないんですけども、家庭用ミシンというか職業用ミシンでもできるような何かにせんと、あかんかなと思って、今曽谷先生と原原先生が見本を作っています。でも、サンプル師が教えるバック教室の基礎コースの課題にまあ沿って、やるつもりです。2人ともすごいやる気満々で、もう試行錯誤、もうメルカリで、何ちゅうんやったっけあれ、重機の職業用ミシンのシュプールかな、ちょっと落としてちょっと研究しようかなと思って。工業用ミシンだけやったらまあ工業用ミシンが主なんですけどね、工業用ミシンだけやったらお客さんもちょっと食いつきがとっつきにくいかなとかって思って、ちょっと職業用ミシンでどこまでできるかを試そうかと、やっております。集まってきた、左利きかと思ったら画面が左右、そう全然右利きですよ、バリバリ。どれぐらいの大きさのにしようかな。どんなもんや、これぐらいがええか、これぐらいか、まあちょっとこんな感じで一遍切ってみるか。ちょいちょい画面を見ないとみんなの反応がどんなかが分かんにくいよね。今は紙でカバンみたいなものを作っております。まあ75にちょっと減ったな。さあ誰かお友達呼んでもらえますか。なんかこんなんやっとんでみたいなんで、抜き打ちライブ、よいしょ。今は横町のボストン型みたいなものを作ろうとしてます。さあ町が左右できました。今はね、合い印を入れてるところですわ、ね。この挟む道具いいですね。普通にね、うちのクリーマで売ってます、かっちゃんロックと言います。また後でちょっと見せますわ。ほんで町ができたら今度距離を測らな。ちっちゃ。ね、まあハロハラライブやったらいろいろね細かく解説してくれますけど、すんません、抜き打ちのただの、偽物やと思っといてください。紙を使ってなんか遊んどんでというような感じです。町ができた、この間に胴体を作ろうかなと思うんですけども、距離も測ったんでから長さを落とし込んでいきます。こっちが底になるか、ならこうした方がいいな。ああまだや、距離だけを合わせて
今見ての通り左右対称四方対称を使って、型紙を作ってます。よいしょ、幅はどれぐらいにしよう、これぐらいが適当か。もう83人増えた。呼んでくれてんのかな。今見た人のために、今はね、紙で東芝町のボストンもどきみたいなのを作ろうとしています。よいしょ、ちょっと落書きしたい方、さあ今度いけるかな。ちょっとここで曲がりやすいように筋を入れとこう。今度反対側、だんだん指を入れるスペースがなくなってきたみたいな感じになってます。熱っ、ね、こんな感じで、もう絶対指入れられへん。映ってんのかな、これをちょっとこう押して、こうしたら貼れるかな。反対側、よいしょ、ちょっと見えるかな、ボストンに。でちょっと待ってね、ここがファスナーになるというやつです。ハンドルもつけましょう。ハンドルの何にしようかな。まあ、とりあえずハンドルを作る前に簡易的なハンドルでいこうか。
かるかな、雰囲気。よいしょ。ちぎってちぎってよいしょ。ちょっとまあ適当すぎるかな、ハンドルが。でこれもうちょっとだけ綺麗にこういう細長いハンドルやけど四方対称を作って、ちょっと綺麗に作ってみようと思います。今はとりあえずスパッと形にしたけどもハンドル作ります。ちなみにごめんなさい、これ横待ち、横待ち。今何時や、11時15分お帰れるかな。でもハンドルちょっとね綺麗に対称を取って作ろうかなと思います。ちょっと小さいかな、いけるか。減ってきた。こういう小判の形ができました。よいしょ。でもう一本作ろう。これはもう紙を普通に裁断します、はい、でこの形に合わせてカットします。うわ、うまいこと挟まれへん、小さすぎて。ちょっとなんとかしてみます、よし。で、うわちょっとガタガタやけど確認してください。で曲がらないようにだけして、難しいな、やめてる。あ、ちょっと貧弱な点になってもった。ちょっと適当すぎるかな。よいしょ。さあ、
そろそろもうちょっとやりたいんですけども、ちょっとそろそろ終わらんとお家に帰れなくなってしまいます。よいしょ。さあちょっとすみません、貧弱やけどこんなハンドルがつきました。ここで小判底を作って、豊島町を作って、横町、こんな感じで、作る要領はね、この3つともよう似たもんなんです。この小判、ちょっと途中から見た人はあの後で最初から見てください。ストーリーズに上がってると思います。24時間はこの小判型どっから作ったか覚えてますかねっていうか、2種類、底と胴とのこのパーツどっちから作ったかって言ったら、そこから作りました。そこにカーブがあるというのが、ポイントです。で次投資町、投資町は、胴とこの帯状の町、帯状どっちから作ったかというと胴から作りました。胴にまあ言うたらカーブがあるっていうのがポイント。横町のこのカバンはどっから作ったかというと町から作ったと、要はカーブがあるところから作るのがポイントという感じで、3つこんな感じでできました。でこのことが詳しく載ってるのが、まあ自分の宣伝じゃない、ないじゃないね、宣伝ですね思いっきり、これカーブのある型紙からというパラパラ冊子です。こっちからもこっちからも型紙も動いてます。後書きにまあこの本、あの冊子の言いたいことがいろいろ書いてます。またね、あのこの先でクリーマーとかでもこの冊子を売ろうかと思うんですけど、今はちょっと部数が少ないんで、後の届くのが楽しみです。はい、送りましたんで待ってくださいね。でもまあちょっと初版しかちょっと出せなかったんですけど、また追加で、また紹介しようと思います。今日はこんなところですけど、あのちょっと見てほしかったのが四方対称、左右対称を使ってまあこういうことで遊びましたと。またちょっと突然遊ぶかもしらへんし、あのなんちゅうんかな、はい、あの予告してから今度はちゃんとやろうかなと思います。今日はアドリブでちょっとこんな感じでやってみました。また最初から見てくださいね。終了しようと思います。ありがとうございます。バイバーイ。